新しい車の企画を担当するリーダーをしています。特に、え、コンセプト。例えば、あの、どういうお客さんに、どういう車を提供しようかという調査をしたり、それをどこの国に入れようかというようなことを考えたりしています。自分が企画した車が、世の中に出たときに、え、人々にどのように受け入れられているのか、 売れるのかどうかというのを見たときに、えー、非常にやりがいを感じています。まず、やりたいことがあったら、決して諦めないこと。諦めなければ、えー、道は開けるということがアドバイスです。また、えー、たくさんの経験をして、たくさんのお友達を作って、えー、いろんなチャンスを、えー、自分のものにしていくことが、えー、とっても大事なことだと思います。